うん、狭くてかなわぬ。狭苦しいにも程があろう。窮屈に過ぎる。せめて天井までの高さはこの倍は欲しいところだ。この私を召喚した契約者であるというならば、それくらいは何とかしてみせろ。エーテルの身に物理攻撃など効かぬ。黙れ。少し黙れ。ふん。我が魔眼の軽い一別でさえ貴様には辛かろう。これに懲りたら以後は細心注意しておくことだ。いかに依り代とはいえ、出過ぎた真似はやめろ。次は金縛り程度では済まさぬ。全身を石に変える。ふん、口も聞けぬか。だがちょうどいい。貴様には今日預けておくべきものがあるからな。私から愚かで猥小な契約者への贈り物などではないぞ。思い違いをするなよ。これはあくまで姉上たちへの私からの贈り物だ。だが私はこの姿、美しき姉上たちの前に出るには歪み果てすぎている。私は姉上たちを怯えさせたくはない。私たちが迎えてしまった最後を思い返させたくもない。故に契約者、貴様に託す。これを間違いなく姉上たちに届けるように。そして叶うならば、この姿ならざる形で限界した私にも。大きな方でも小さな方でも構わない。ああ、もしも両方に出会えたならば、どちらにもだ。いいか、よく覚えておけ。誰からの贈り物であるのかは決して口にするな。貴様からの贈り物なのだと言っておけ。いいの？忘れていたが、一口くらいは貴様がかじっても構わない。無論姉上たちからおこぼれをいただければの話だがな。